こんにちは、今日はクロムウェルに乗ってまいります。初動は東の丘へ、偵察と行こうかな。敵を発見、しかしこちらも見られました。反転して偵察を続行。クロムウェルの目はケツについてるのかな？いえ、反転したのはすぐ逃げれるためです。撃たれたので逃げます。逃げるんだよー！サーキー！団長！何やってんだよ！団長！なんだよ。結構当たんじゃねえか。運転の下手さ、感じるんでしたよね。運転の下手さを感じつつも、ひとまず生還。ヘルスは半分ほどになりましたが、敵を6両、スポットできました。どうやら、敵は東に固まっている様子。その中に駆逐戦車もいます。これはつまり、敵チームの駆逐ポジが空いている。なので、そこに向かいます。運転の下手さ、感じるんでしたよね。運転の下手さを感じつつも、敵チームの駆逐ポジに到着。さあクロムウェル、君は今この瞬間から駆逐戦車だ。しばしうまうまタイムです。6両スポットしたので、アシストダメージもかなり入っています。おいしい。撃てる敵がいなくなったな。さあ、スポットしに行くんだ。いや、私もう駆逐戦車だから。はあ、一体何を言っているんだ。重戦車の仕事をサボるんじゃねえ。おそらく敵は、ここから撃てる場所にいるので、このポジションを離れたくないんです。味方の駆逐は2両とも、重戦車みたいな車両なので、彼らの到着を待つのもありかと。お、見えた。お前、今回戦績悪かったら、お仕置きだかんな。大丈夫だ、問題ない。あ、間違えて禁断撃っちゃった。まあ、装填早いしいいか。さあ、戦績を見せてもらうぞ。一バッジ、トップガン、大口径、何か文句はありますか？でも赤字だからお仕置きな。